はい、エイトチャンネルです。違います、ね、違います。エイトがなぜいるか、ファミリーだからです、はい、よろしくお願いします。今日何の日ですか？今日は何ですか、金貝さん。バンキッシュのイベントがすごいね。すごいんですよ。ここは南青山のスタンプベースですね。ちょっとね、閑静な住宅街ですよね。本当に閑静な住宅街。大声出すのがためらわれてしまうっていう感じ。大声出しちゃおうかな。あかんかんかん。お金持ちしかおらん。2日目は、ポージングセッションとかなんでしょ？ファンの方との交流会。トークセッションみたいなんじゃん。ポージングのあれとかやるんですか？そうそうそう。それを海外選手がやってくれて、それを僕らはどうするのみたいな感じ。壇上に6席あるから、多分3人と通訳さんだと思うんですよ。お客さんが座って、よくできた。俺は誘導ってことですかね。あ、うん、誘導係では外でタバコでも吸って。お客さんと、あれが交流バトル、交流バトル、バトル対決があるらしい。あ、そうそうそう、MC 勝ったお客さんはバンキッシュの商品をもらえるという、はい、そういうイベントがあります。お客様から選ばれた人が対決するから、じゃあ絶対負けないで。そうそう、だからちょっとここ死守しなきゃダメですね。そうだから僕が多分一番選ばれるんじゃないかなみたいな。好きだからとかじゃなくて、あいつならいけるのもあって何でバトルする？ベンチプレスとかチンニングみたいな。あるんですか？ベンチプレスなんか昨日胸バチバチやってきたっていう感じで、はい、やっていきましょう、はい、頑張りましょう、はい。僕のチャンネルみたいな。Hello. Hello. Good. Good to meet you, bro. What's Thank up? You. イベントのリーダーので。はい。どうも。プロたち全然サイズ。プロたちがサイズで。ここまで XL で。XL です。あれ、XL って書いてましたって言いましたね。あ、ほんと。まあでも、あんま全然かっこよかった俺。かっこいいっすね。今日は新作のやつ使ってんの？これ新作っていうか多分イベント用じゃない？イベント用で東京なんとか書いてある。なんて書いてある？これなんて書いてある？エデュケーション東京の教育。今日の意気込みとかあります？意気込み、邪魔にならないようにするって。最低条件。ちっちゃくなるべき時はちっちゃくなって、はい、生きらない、まあ、生きれない、うん、こんなプロ、そしてトッププロがいて、まあ、頑張ろう。マルチマルチです。もうみんなが愛するマイキー。もううちの大聖人がやばいから。目を合わせれないとかです。マイキー、マイキー、マジで緊張してマイティマイティって昨日からうるさいです。日本で一番綺麗なこれはビキニアスリートマイティです。あ、フィットモデルか。フィットモデルです、はいはい。まあ、日本で一番綺麗なアスリートです。全てです。すごい叩かれそうなんでやめてもらって。僕が守りますよ。まあなんか腕を測るためになんかサッカーしてるから。皆さん、なんか意気込みとかありますよね。意気込みですか？とりあえず邪魔にならないように。ハムちゃんと同じこと。え、ほんと？もうそれしかないです。もうそうそうたるメンバーの中に、もうなんで私がいるんだろう。やばいです。もうひっそりと。はい。ハムさん、負けてられないですよ。こっちはこっちで盛り上がりましょう。負けてられない。小さい田舎のヤンキーみたいな。いい。これは多分やりまくったらいい背中作れそうですね。お買い上げですね。33.5? 5.5. I know you got all the pancakes and everything, so...32.5 だ。え？32.5。 How much? 31。 小森さん、意気込みありますね、今日の。意気込み、はい、何したらいいんだろう。原さん、意気込みあります今日の。爪痕を残す。
難しいよマジで。言葉の壁もあるし、実力の壁もあるし、知名度の壁もある。全て、はい、全て劣ってる状態で何ができるか考えながら頑張りたいと思います。ちなみにさっきリカさんに聞いたんですけど、邪魔をしないって言ってました。あ、いや僕は空気は壊さないように盛り上げれるような、あの、今日の意気込みあります。マイティさんと話す、まだ緊張して話せたの。福岡のどこ出身ですか。あれダサかったな。マジで共通の話題だと思って。結構でも今リカさんと話してるから行きやすいですね。恥ずかしいです。すごい今日の目標がマイティと話をするっていう。なんでリカさん系なんですか。僕らの童貞だから。童貞だから。ここに、ね、来るまでね、ビジョンに行けないの。ちょっとはい、万里の頂上を登るぐらい本当に長い道のりでした。じゃあ後ろも誰も入れないでください。画角不正だけにしてもらっていいですか。本日はお集まりいただきありがとうございます。 Honestly, when we first started building a Japanese community, we were so excited we couldn't believe it. YouTuber のハルです。今日はお集まりいただきありがとうございます。バンキッシュアスリートの竹本です。今日はとってもすごい3人に会えるので楽しみにしていてください。バンキッシュアスリートの方の小山大輔です。今日はね、多分結構いろんな人が来ると思うので、皆さんぜひ楽しんでください。よろしくお願いします。バンキッシュアスリートのエイトです。今日もなんか皆さんを少しでも楽しませればと思いますので、頑張りますので皆さんもなんか楽しんでください。はい、皆さんこんにちは。バンキッシュコメディ枠のレモンチャンネルでございます。本日はガヤとして頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。皆さんも一緒に楽しみましょう。レモンチャンネルのリカさんです。今日はよろしくお願いします。頑張って賑やかします。よろしくお願いします。こんがりです。よろしくお願いします。Thank you guys for coming out. We very much appreciate it. I'm Jeremy Buendia, four-time Men's Physique Olympia champion. Konnichiwa, my name is Jeff Side. IFBB professional coming out from Los Angeles. It's always been a dream come true to come out here, so this is... Hey guys, what's happening? Breon Ansley here, two-time classic Olympia champion. And this is my first time in Japan. Very excited. I appreciate it, you guys for being here. You guys have shown me so much support over... I'd say it would be my father. And it wouldn't just be through like bodybuilding. He just has inspired me just through life. You know, he's always been there and supporting me. My parents were always supportive, whether I'm doing sports and schooling and bodybuilding. They'd always be there, getting my back. And that's one thing I want all of you guys to really focus on and realize that your parents have your best interests at heart. So always believe in them. You know what, sometimes they might not have the best solution to something, but they want the best for you. Bodybuilding, you know, I got started at a very early age. I turned pro at 22 years old, and I had the blessing of being coached by the great Hani Rambod. And being surrounded by greatness like that, Phil Heath, Jay Cutler, at that young age, at the beginning of my career, it provided so much motivation for me. My very first photo shoot I did, I was 19 years old, and I actually did it with Breon's coach, Chris Cormier, for Flex Magazine. I was 19 years old, a kid, and to have people of that caliber, of that level, believe in me and lead the way and show me the proper steps of how to become the best was probably one of the biggest contributing factors to my success in this sport. 友達とこうやっとって楽しかったなとか、始めとった筋トレがなんか今受けるため伸びるため、受けるため伸びるためだし、お金のためとかに、お金のためでもあるし、いやでも実際本当にそう、全員がそうだと思ってるし今は。まあ最近は特にその風潮は強い気がするね。から、まあその中でも我々結構まだいけてんなとは思ったけどね、うん、案件どんどん切ってるから、うん、もうここ数ヶ月やってね。本当なんかそれをなんか僕は思いましたね。筋トレ始めたきっかけもだって、ああパンプしたすげえとか、ベンチ何キロ上がったすげえ、これをなんかこう周りで言い合ってるのが楽しかったのに、今では大会にこう出て勝つっていうのがこうもちろん僕の中の一つの目標だけど、そっちにフォーカスしすぎて筋トレの楽しさをやっぱりどっか忘れてる。すごくいい。
けど、その後にこうチャンピオンマインドとかを学べて、そっちはそっちでこう僕はこう発信する立場だから切り替えなきゃいけないけど、競技者じゃなくなった時にもそうであるのかって言ったらそうじゃないから、根本が忘れないようにしなきゃいけないですね。今のシーン8で全部送ろうか。どうする、うちで出していい、はい、あのよそで流した方がなんかかっこよく見える。あ、確かに確かに。あ、ここカット、こんな喋れるんやみたいな。今全部カットよ。だって僕メモってたっすもん、話してたの。はい、いや、マジでそうだよ。いや、本当にそれは思ったっす。なんか僕はやっぱり聞いてることは全部その通りと思うし、実行してきてるつもりなんで、分かってんじゃんって感じ。本当なんかそうですよね。こう生活の中にフィットネスがあって、それがすげえ楽しいみたいな。筋トレ行こうぜみたいな行って、あ、今日背中トレ今日めっちゃ良かったり、でもあれ入り悪かったよなみたいな。こんななんかもう内容の薄い会話、これが楽しかったんですよ。僕ら今まさにそんな感じでできてるよ、ね、うん、結構それがいい。それがいい。なんか僕再開してるからね、はい、一回やめてるからもう楽しいだよ、うん、そうっすよね。それを教えてあげたい、うん、皆さん。なんか本当にそうだね。なんか細かいことにこだわりすぎてんなっていう。あ、小指から入ってなかったな、大胸筋上部にちょっと入ってなかったな、悩むな、じゃないんよ。ダンベル持って開けるのが楽しいんよ。うるせえなこいつ、そろそろうるせえな。ジェフって誰か呼んで。俺のことをジャパニーズジェフ。いや、マジで俺聞け、なんか初めてこういうトークセッションで寝なかったっす。いや、いつも寝ちゃうっすもん。今まで言ったやつがバレてしまう。いや、いいっすいいっす。だってそれはもう話すの方が面白くない方が悪いんだよ。まあそれはそれでね。全部絶対使ってるな。やめてよ。やめてよ。大変貴重なお話が聞けましたね。英語わかるようになりたいですよね、普通にね、うん、細かいニュアンスとかの部分が多分翻訳を通すことでちょっと伝わりにくくなっちゃってるところもあるから、やっぱ結局英語を英語で聞き取れるような能力があった方が人生楽しいんだろうなっていうのを、何学んでんだよっていう話なんですけど、まあね、いや、あの、なんとなくニュアンス伝わる部分とか単語でわかる部分はあると思うんですけど、まあやっぱちょっとスラングチックな部分とかのニュアンスとかわかりにくいじゃないですか。まあねえ、勉強します。さっきの話聞いて、どうですか、なんか、てかジレミーとかってほんと真面目よね。当たり前なんだけどさ、なんか、まあ、こっちエンジョイボディービル勢やん、なんかもうちょっと頑張ろうと思ったね。ちょっとでもほんと、いや単純だよね。でもやっぱりそうなよね、エンジョイだからこそ、まあ、ある種芯がないんで頑張るのは自由じゃん。いや、てか頑張ってはおるんだけど、いやもうちょっと頑張りたい。なんか筋トレしたくなったわ、ほんとにマジで。え、でも多分みんなそうじゃない。うん、あれこれ見てさ、なんか、あ、筋トレ楽しくねえなとか筋トレしたくねえなって思うやつおらんだろ。なんかさ、誰やったっけ、誰、ジェフが言っとったんかいね、ボディビルと出会って楽しくなかったっていうやつおらんみたいな、なんか言っとったやん。いや、その通りやなと思った。普通の人が世界標準が100だとすると、 In America, probably the most prevalent is pre-workout. That being said, you guys got a very well aware. すごい人ですね。私は何をすればいいですか。ポージングに関して、バリエーションだったり、そのポージングの仕方もありますけど。To his physique here, and then we also have a straight-on pose, as you guys might have seen. And he has his toe out, knee open, hip open. Nice. Yeah, you should come with it. You're wearing your shirt. And your English is good too. Thank you. He's going to be posing this way, the same way that I pose. Mm-hmm. You're going to see the imaginary line. When you blow your air out, it's going to pull your obliques in nice and tight.Classic physique, classic bodybuilding. Yeah. Well, guys, shirts off. So first we want to flex the legs and show all the details of the muscles in the legs. Okay, travel with the upper body. And the most important thing here is to show the width from shoulder to shoulder. What you can do is just a pivot. It's just a pivot.And flow. And then you back relax. We're gonna see what he has. Oh, better transition than that. Here, and it was just here with the arms, feet go this way. Yeah, then together. Then you're ready to go into side chest with your movement here. Yeah. Here, yes. All we have to do, guys, with this one is go here.This one is already back, so we cross it and then rotate forward. Good. We all take your top off. Yes, take it off. Take it off. Hey, take it off. All right. Woo!
favorite classic pose. Okay, so favorite classic pose is, we call it the crucifix. So this is the crucifix. Woo! Show your back, Rion. Back pose. Oh my god! 竹本さんの代わりにこんがりちゃんにやらせてあげたかったね。それぞれ別々に挑戦できます。足が悪くなければ。ベンチプレスの場合、男性は現在60キロ。トランジションですね。竹本さんはトランジションです。1本20キロ。3、2、1、Let's go! Alright, all you, come on. 1、2、3、4、5、6、7、8、9、2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, come on! 50, come on! 60, 5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 0
エモンチャンネルのハムさん。やめてよ。本番にやめて。こっちから。うん、はい。え？本番に。ちょっと待って。1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 勘弁してくれよ、ほんまに。俺に勝たなかったら恥ずかしいぞ。ワン、レッツゴー。ワン、ツー、ワン。何回？おい、狭くないか、おい。おかしいって。3つです、あれは。リカさん、リカさんお願いします。行けました。1, 2, 3, 4。誰が勝負する人？軽そうだな。トレーニング後のカーブで食べちゃった。そう食べてください。レモンチャンネルは竹本プロを応援しています。本当かな。でもいつもありがとうございます。はい、いつもありがとうございます。
ここもなんか返せるのあったら。あの成績で。わかりました。はい。But whoever's grabbing it, me. We should be. TBQ. Let's go. IFBB プロの広川さんとしんちゃんです。真名子慎太郎さんです。昨日仮病でお休みされました。いやいや、仮病するわけないじゃないですか。最初は元気になった。まあ、回復はしたんで、はい、頑張ります。よろしくお願いします。いやいや、本当にどうでもない。僕らが大好きな大好きな広川さん、はい、嬉しいです。本当に本当種類が違う感じですね。種族がもう違う。オスっていうのと後半がこういける。僕らは男だけどさ、一人オス。そう、オス。本当に It's really about the details and really to be taken seriously. So we took him through all the four. で、今、B 級のアスリートさんたちに、おすすめというかよく食べているトレーニング前後の食事を、お聞きしたいですね。Welcome everyone, thank you all for coming today. We're so so grateful for all of you guys and girls' support. Thank you, Athlete.アスリートの英子と申します。本日はお越しいただきありがとうございます。楽しみましょう。せーの、広島から来ましたレモンチャンネルです。今日はよろしくお願いします。スタッフたちがすごく多くて皆さん緊張すると思うんですけど、レモンチャンネルちょっと箸休めしていただければと思います。よろしくお願いします。What's up guys, Breon Ansley here, two-time Classic Physique Olympia champ. It's great to be here. I think the mentality, what it takes to be a champion is just a hunger and a drive, guys, to want to be the best. And that's just going to come, like what Jeff said, it's just going to come from yourself and how bad you want to be the best for yourself, how bad you want to be your best self, you know?And that mentality and that drive and that hunger can just be for, doesn't even have to be an Olympia champion. It could just be just for yourself, just to be your best self. And it takes the same type and amount of focus and drive and dedication and, you know, practice to do the same things. So the character that it takes for you as a person, it's the same amount, you know, it's the same type. Also, I want to tell you guys about, like, you don't want to let yourself down, you know? That's very important to me, you know, on a day-to-day basis. I just reiterate to myself, okay, I want to have a great day. I want to have, you know, make the most out of my day. I want to make the most out of my journey, and I don't want to let myself down. So,And whenever I'm having a hard time, or I'm struggling, or having a challenge with myself mentally, that's my go-to, is saying, when I wake up the next day, what am I gonna think about myself and how I handled the challenges from the day before? Okay, because it's all about yourself, guys. It's all about yourself before you can give any good to anybody else. You have to take care of yourself first. All right, so that's my go-to is,not wanting to let myself down, and that motivates me to reach the highest of heights. And I know that I let somebody else get a step on me. You know, in regards to being an Olympia champion, there's a lot of people out there that are coming after the title. There's a lot of people out there that are willing to put in the work. So I always assume that these people are doing everything that it takes. So with that assumption of understanding that these people are working
probably as hard as I am, I gotta get up each and every single day and make sure that I'm doing more, leaving nothing on the table. And when you get to the top, everyone's trying to take what you have. And then, I don't know about you guys, but I'm not gonna let anybody walk into my house and take nothing from me. So that's the mentality I woke up every single morning, being the Olympia champion, was understanding that no one's gonna take it from me. More time than me, because we all have the same amount of time to make goals. I know we all have jobs and things. Training をする中で、自分が苦手と思う種目に対しての考え方、あまり発達が遅い部位をどう克服していくかっていうのを教えてください。I have weak body parts. I think we all do. We're all human. We have weak body parts, stronger body parts. なんか、ハルくんが極秘のものを見せてくれそうで。僕の中学3年生の時の体、今と全然違うんで。今これじゃないですか。中3の時の体。バキバキっすね。なんか胸筋とかも。あれ自重トレーニングしかしてない。あれトレーニングやったんですね。一日腕トレ30回とか。でも全然違うんですよね今と。確かに。ちょっと顔 NG で。偉いっすよやっぱり。これがボディービルっすよ。レモンチャンネルなんですけどちょっと映させてもらっていいですか。どうぞどうぞ。でも人の弁当。でも揚げ物も入ってる。うん。うん、これ彼女が作ってくれた。愛妻弁当。カツ入ってるんですよね。カツ入ってる。ソースカツ。スイートポテト。かわいい。意外と普通の。普通のボディビルダーです。一日どれぐらいカロリー取ってるんですか今は。4000から4500。今日さ何を食べてられてるんでしょうか。胸肉とおにぎりを。昆布ですか。塩昆布です。塩昆布どんだけ好きなんだっけ。一番美味しいですよ。ちょっと汚いからなんか。いや、美味しい。美味しそう。1日どれぐらいカロリー取ってるんですか。今日トレーニングしないんで3600。それ今は何ぐらいですか。4200。減量中で4200。でも多分そろそろ落とされると思う。そっか、減量中で4200だよ。まだ有酸素やってないし、多分そんなまだ。じゃあ続きまして、真名子慎太郎選手、お昼ご飯なしらしいです。食べなくてもないし、その分絞れるかな。そしたら可愛くなれるのかな。僕もこんな可愛らしい顔に生まれたかった。佐藤健に似てるって。決まれるっすもんね。いや。Thank you。まあもうやることやってるんです。いや、もうね、いいですね。だってサイヤマンのこれ重量足りんっていうツイッター見て笑い止まらんかったと思う。We come up here, one arm right here. We come and point to the sky like that. And really accentuate and stretch like this. Fwaa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 a
biceps. So, yeah, put up there, show the legs. Yeah! Then our front double again. Twist the wrist back here. That might have put a little bit more emphasis on his width. Stay up there. Stay up there, brother. We'll get some work in. Why not sweat, right? Why not sweat? More. Yes? Okay, obviously you have to have great arms, guys, because you're showcasing the arms, bicep, tricep, flexed. Remember, flex the wrist as much as possible. To heel? Anyone you want. Yeah. Do the same one. Go.
一番テンション上がる。本当に自分がフィジークを始めたきっかけが実はまあこれよくわかんないですけど、まあ、ジェフ・シードで、でフィジークを続けた理由がこのジェミー・ブエンディア、もう皆さんもちろんで、まあこういう何なんだろうね、まあ、こうやってここに皆さんの前に立てることをとても光栄に思います。今日ちょっとまあ少しの間よろしくお願いします。So you have the straight on pose. There's only three guys in the pro league right now that I think can hit this pose. Right, Terry? Ryan Terry, Diogo Montenegro, and Andre Ferguson. So he already knew. From here, we're going to square our shoulders up, keeping our core at a 45 degree angle. From here, we're going to square our shoulders up, keeping our core at a 45 degree angle. 3, 2, 1. いや、みんなを蹴散らしてしまう。そこはフィジークポーズじゃないダブルバイアって誰で解説しますか。ヒロカンさんです。めっちゃハードやん。ワン、ゴー、ワン、ワン、ツー、スリー、フォー、ファイブ、シックス、セブン、エイト、ナイン、テン、トゥリー、ワン、トゥリー、トゥリー、トゥリー、ハムちゃんで。30kg でいけますか？30kg で。じゃあ、めちゃくちゃとサービングサービング。絶対勝てよ。
いきます。1、ゴー !1、2、3、4、5、ちょっと息上がってるね、みんな疲れたね。そっか、全員やったの。昨日は僕以外みんなやって、今日は僕も指名していただいたので、ちょ、全員がチンニングやるんだったら分かるんですけどね、なぜかそれベンチ2連続っていう。私たちベンチ2連続 ね本当に。で、僕だけチンニングみたいな、みんなよく頑張りました。はい、自分思いました。でも盛りだくさんすぎてね、頭がパンクする3日間だったね。はい、楽しかった。楽しかったですね。ただのファンでしたね。ね、本当に。ブレオンの背中をもうちょっと見たかったぐらい。そうですね。唯一言うなら。足一回も見てないですね。確かに、うん。っていうのがあるぐらいで、本当にもう満足というか、思った以上に楽しかったね。そうですね。ファンキッシュ様々でございます。はい。すごい、こんなイベント最高だね。はい。本当に。最高。ファンサすごいね。すごい。毎年やってほしい。そう、ね。多分でもこの感じはね、毎年やってくれそうじゃない？雰囲気的に。いや、これ絶対来た方がいいよね、ちょっと少人数すぎないかっていう、ちょっと確かにもったいないね。2日で動員150ぐらいだからね。そう、もうちょいいけるだろうね、贅沢だなっていう感じですよね。まあでもだからこそできるこういう交流会なのかなとも思うけど、確かに確かに、次はもっと先着順になるかもしれないし、ね、まあ、次があるかわからないですけど、あるような雰囲気がしているので、500人くらいのホールでやってほしいですね。それはなんかさすがにわかんない、わかんないけど、まあまたやってほしいね。で、バンキッシュね、本当にいろんなのが出てて、僕らもそのディレクターさんだったり社長も今回いらっしゃって、ちょこちょこ映ってると思うんですけど、その人とアイトのおかげで僕ちょっと話せて、いろんなの出るし、ドラゴンボールもね、日本で行け
けるんだっけ。あ、本当ですか。いや、わかんないけど、前は日本の著作権的に、そうそう、そういうこと、海外やったら逆にってことか。そうそう、ね、へ、日本だからかみたいな、そう、そういうのが厳しかったけど、その辺また追記しておきます、確認して、はい、うん、あと今、リカさん来てるこの感じ、この後ろ見せてもらっていい。クラックのね、そう、これちょっと寄ってもらっていいかな、うん、これ映るかな、クラック加工っていうこのやつ。だいぶ近づかないと分かんないよね。いや、映った、映ってる、大丈夫、はい、そう、これ可愛くない？めっちゃいいこれ。クラックに、そう、ヴィンテージテイストとか、やっぱいっぱいあってすごくいいんで、うん、最近からコードができて、はい、レモン入力していただけると 10% オフで皆さん買えますということで、はい、そちらの方もよろしくお願いいたします。それではこの動画がいいと思ったら高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。レモンチャンネルのハダマンとリカさんとハムちゃんとこんがりでした。次の動画でお会いしましょう。バイバイ、バイバイ。ラーメン屋のやつ。ああ、面白かった。デスノートが一番面白いんで。そう。OK です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。怖い。はい、こんな小さくした。すごいですね、サインをもらうな。まあ、慣れたもん。しかもこれめっちゃ。え？カメハメハーでいこう。カメハメハー。今の歌唱はいい。Thank you。 Thank you。 よろしく。 Please call レモンチャンネル。 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 Thank you。 Yeah。 Can you say lemon channel？ It's a lemon channel, but in Japanese, lemon channel. Lemon channel. Yeah, got it. Yeah, great. Lemon channel. Thank you. So happy. Yeah. And the one. Woo. Okay. Hi, Doc. Okay. Thank you. Thank you.